はいどうも、ヒコボン、心の声です。肌寒いので長袖です。台風が来るかと思ったら、どっか行っちゃいました。今日もバトルリーグ張り切って参りましょう。ちなみに、現在こんな感じです。8勝2敗、極力少ない戦いでランク7へ行きたい。中止になったフライカップ、とりあえず、これで様子を見ようと思ってました。強いと言われるやつを、相互関係無視でぶっ込んでみた。負けてからいろいろ変えようかなと。今回も、前回と同じパーティーで行きます。まだ連敗はしてない。相手の初手は、メルメタル。これは出しがち。ジャグラージに変えてきた。とりあえず一発かましておく。溜めた状態でチルタリスに交代した方が良かったかな。ハイドロカノン食らうと痛そうなのでシールドしておく。溜めた状態でチルタリスに交代。技受け、たまたまですけど。OK です。たまたまですけど、向こうはおそらく技受けされたと思うことでしょう。特に、大ダメージな技はなし、受けていきましょう。OK です。運もう一発食らう覚悟で、ゲージを貯めるべきだったか、すぐメルメタル出てくるだろうからな。そうなるよね。次回ああいう状態になったらすぐ打たずに溜めよう。裏に岩なだれのメルメタルいるの分かっていたんだから。これはバカ力だな。シールド使っておこう。能力が下がるのと引き換えに打つバカ力から結構痛いイメージ。メルメタルは耐久力低いのでハイドロカノンが効くはず。シールドしてくる。久しぶりに技受けされた。結構効いたからいいか。そんでもってデオキシスに交代。降参されました。引き続きこのパーティーで。これは出しがち。受けて大丈夫なはず。まあ大丈夫な部類。交代しようと思ったけど、ガグラージにはヘドロウェーブがない。しまった。技を変えるの忘れてた。デオキシスの10万ボルトを食らえ。受けてきた。これは助かった。受けてよし。あとは通常技で押し切る。
シャドウサーナイト、さっさと倒してしまえば問題なし。ここ撃てたのは超大きい。通常技でゴリゴリ削られるイメージなので、ゲージ技のラッシュで倒す。相打ち、ラグラージよくやった。これでチルタリスが活躍できる。シールド1枚あるし、これは勝ったかな。特に弱点疲れる技ないと思うけど、シールド使わずにやられたらショックなので使っておこう。大丈夫なやつだ。これで終わりにしたい。ああ、一つ取りこぼした。飛行のゲージ技一つ取りこぼしただけでグレートになるのつらい。そして削りきれず、相手のゲージ技来る前に倒したいと思ったけど撃たれた。辻斬りなら大丈夫だ。やりました、2勝目です。すでに疲労困憊なんですけど、どんだけ。忘れないうちに変えておきます。すっかり変えた気分になってた。これでうっかりハイドロカノンを変えちゃったらショックだよな。まあ技マシンスペシャル使うレベルですけど。では改めてレッツラゴーです。これでマリルリに一泡吹かせられる。マリルリが一泡吹いてるところを想像するとシャレにならない感じだけど。ラマズン、バトルリーグを始めた当初結構やられた記憶あるので嫌な感じがする。あの頃に比べると私もだいぶ容量を得てきた。この辺が限界な気もしますが、受けても大丈夫なはず。まあ大丈夫な部類、問題はその頻度だ。やる気ものきた。これは交代案件。のしかかりか。昔のしかかりでボッコボコにやられた記憶。でもデオキシスなら大丈夫なはず。地ならしでした。まあ大丈夫な部類。いいぞ、通常技で押し切った。ラマズンが戻ってきた。ブラフのつもりで岩なだれ打ってますが、ナマズンは電気が弱点じゃなかった。よって結果往来。シールド使ってくれた。先を越されてしまった。シールドを使うヒコボン、どちらのゲージ技も後悔は一つなの。知ってたら使わなかった。出たマリルリ。あんまり減らないイメージだったけど結構減る。これは冷凍ビーム終わったのか。耐えた。チルタリスが起点にされる前にラグラージュに交代。
シールド、ヘドロウェーブ撃たなくてよかった。そしてもう一発ハイドロカノン。微妙に残った。なんだ今のは。すぐやられてしまった。そしてハイドロカノン。マリウリで負けるかと思ったけど勝てた。相手の初手はエアームド、ハイドロカノンでゴリ押しするか。シールド貼ってくれた。これは痛い。ブルイ困った時のデオキシス。交代してこない。もっと早くデオキシスに交代すればよかった。起死回生の10万ボルト。やった。デオキシス大活躍だ。この辺でデオキシスは退場してもらう。瀕死のラグラージ、いい仕事した。ハイドロカノン一発撃ちたかった。チルタリス同士の殴り合い。ただこちらはシールド2枚もあるので大丈夫です。勝てました。あと一戦です。勝てば5連勝。狙っていきたい。相手の初手はマリルリ。マリルリはどうも苦手意識がある。しかしこちらにはヘドロウェーブがある。この数千ハイドロカノンでシールド貼られたことないので、これはワンチャンあります。不敵な笑みを浮かべるヒコボン。来たこれ。シャドウウツボット、速攻交代案件です。と思ったら交代する間もなく瞬殺。こんなのありですか。シャドウウツボットの攻撃力にビビってシールド貼ってしまった。ここは貼らなくてよかったかも。厄介なシャドウウツボットを排除。シャドウウツボット1体に1体やられ、2体目も瀕死。しかも相手シールド温存。
耐えた。撃てた。この一発は大きい。ここでシールド張ってくる。冷凍ビームだろうな。これを見越してのあそこでシールドか。ははん、ランク3の人じゃないな。エアームだ。相手シールドあるし、これは終わった。完全にシャドウウツボットでやられた。ラグラージ使うことはこういうことだよな。交代する間もなく解けるって。まあシャドウウツボットに当たるの2回目だ。もう少し様子を見てみよう。とりあえず4勝です。ワンリキー。シャドウウツボットショック。とりあえずランク4に進めました。ランク7までは頑張るぞい。ご視聴ありがとうございました。それではまた。